ロー YouTube、 こんばんは、えたちゃんです。皆さん、とうとう、チャンネル登録数が、200人いきました。まあ、あのね、これ、200人いったら、私メントスコーラをやりますって言って、実際ね、ずーっと考えてたんですよ。いや、そろそろ、やばいぞ、これはやばいぞ。これ、行くぞ。みんなメントスコーラ、おばちゃんのメントスコーラを見たくて、チャンネル登録を、ね、して、見てさ、終わったらさ、チャンネル、もうやめちゃうんじゃないかな、とか、思いつつも。もう、とりあえず、公約だからね。200人いったら、メントスコーラ、やりたいと思います。で、いろいろ検索したのよ。で、体内のメントスコーラっつうのはやっぱり危ないらしい。うん。で、一番ね、いいのは、ま、普通に小学生とかさ、普通の人はよ、ただコーラの中にメントス入れて、ヒャーってか言って、プシューで終わるでしょ。で、やっぱり、私的には、ずーっと、話してるのはね、やっぱり口の中に含んで、メントスをね、口の中にコーラを含んでメントスを入れるっていう体で私は話してたの。それがメントスコーラだと思ってたのよ。だからね、言わないでよかった。メントスコーラやりますって言ったら、ただプシュって入れて、ボーって出して、はい、ちゃんちゃんで終わればよかった。口の中に入れてやりますみたいなね。みんなそれ期待してるんだと思う。買っていきましたよ。ファミマで。なんだ。ピーチオレンジ？商品紹介。なんかね、こんな、ピーチオレンジ、こんなメントスしかなかったの。コーラ、景品のちっちゃいコーラ、とりあえずこんなもんなんかさ、ちゃっちゃっとやって終わらしちゃえばいいのよ。やばいのはさ、下がジュタ、座椅子のとこにクッション引いてあって下ジュタ、出さなきゃいい、出さなきゃ汚れないんだからね。ならちゃっちゃっとやっちゃいますよ。それではエメンタスオープン。1個でいいんだよね。で、まずコーラを含んで、メンタス、メンタスじゃねえ、メントス入れて、こちら、さ、ガムテープだと見えないでしょ。ヒカキンとかみんなやってるの。一応私はね、透明な OPP テープで、本当に我慢してるかどうかね、実証したいと思います。こんなのちゃっちゃとやっちゃえよ。それでは、男だーじゃない、女だー、いくぞー、1、2、3、だーじゃないよ怖いなー。いきます、せーの、大丈夫だった。
大丈夫だった。